ちは、プロスノーボーダーの内山美恵です。今回は秋葉原に来ました。秋葉原の目的といえばただ一つハロプロショップ行ってきます。新潟のなんかもあります。AKB カフェ、ガンダムカフェの隣にあるんですね。そしてこっちが秋葉原駅と。すごいガンダムの形してるんだ。なるほどね。あね、ハロプロファンの方はもちろんだし、こう私の場合もこう見たらみんなこう高評価、見たらいいねって、こう見た人がこういいねってとりあえず押すシステムになってるんで、よろしくお願いしますね。ありがとうございます。さ あ近づいてきました。今回のハロショ秋葉原店はですね、牧野マリアちゃん祭りをしてるみたいなので、ちょっとそれを見たいのと、あとはあのスマートフォンの予約が今日9月3日らしいので、それをちょっとチェックしに行きたいと思います。じゃじゃーん、来ました。着いたね、着いたね。ハロプロ6階です。周りはこんな感じだったり、そういう感じですね。そしてなんかここの下のたい焼き屋さんが美味しいらしいですよ。私一度も食べたことないですけど、はい、いつものようにエレベーターに乗っていきたいと思います。着きました。ここは写真 OK の場所なんですけど、キュートさんの衣装が飾ってあります。今回は綺麗ですね。綺麗綺麗。これ私今回声いりますかね。もうね、ずっと映像をただただ見てもらえるだけでいいかなって思っちゃうんですけど、せっかくなのでお話ししていきたいと思います。こちらあの解散しちゃったんですけど、ハロープロジェクトにはキュートっていうアイドルグループがあって、その最後のコンサートで使われた時のコンサート衣装ですね。それぞれのメンバーカラーにちなんでこうやってドレスを着てらしたと思うんですけど、それが今この期間だとこの衣装の掲載をされてました。私確か前回のハロプロの動画の時にキラレモを見てて、その時に萩原舞さん見てましたって言ってたんですけど、推しとかは特にないんですね。ただラジオで盲女モーニング女学園の後にキュートの中島さきさんのキュートの時間があったので、結構中島さきさん好きで聞いてましたね。あとは濃いメイクの時のやっぱ萩原舞さんのもうなんていうの、お人形感ってすごくないですか。もう可愛すぎて、やばいです。キュートの皆さんとも全員スタイルがいいし、もう黒集団だし、もう本当にかっこよくて、まあなんか現実にいるのかわかんないっていう存在ですね。その分なりには同じく7月ぐらいから展示されてる常永桃子さんの衣装もありましたね。すごい3着飾ってあったんですけど、
3着ともめっちゃピンク。さすがアイドル、さすがです。場所を移して残りの2着がこちらです。右側のピンクのドレスの方は8月からの掲載で、その手前のね、前の2着と合わせてこちらに7月から出てたので、もしかしたら8月最近出たので見てない方もいらしたかと思います。いやー、そして牧野マリアちゃん、マリアンラブリーのファースト写真集の時の衣装でございます。来ました。やばいやばい。左のポスター、つい数日前にハロショー秋葉原店用に書いたサインですね。はい、マリアンラブリーです。可愛いです。はい、みんなもう見ました？ファーストメジャー写真集。私まだ変えてないっていうか、最近忙しすぎて、もうモーニング娘。のもうブログとかもなかなかもうついていけてない、追いついてかないので、もう重要な情報ありました。ぜひぜひ、あのツイッター私やってますので、あの教えてくれるとめっちゃ助かります。はい、いつもはモーニング女学園のラジオも聞くし、ブログとかも超チェックしてるんですけど、もう YouTube 始めてからなんかね、時間がなかなか作るのが下手くそで、編集も時間かかっちゃってるので、いやでもね、秋コンは行く予定にしてるので、現地で誰か会えたら嬉しいななんて思ってます。この撮影衣装とかも超可愛すぎでしょう。いやー、憧れるわ。めっちゃ可愛い、絶対可愛い。アイドルってすごい元気をもらえるけど、なんか涙が出るほど感動してしまうんですよ。私はなんかね、すぐうるうるきちゃうんですよね。いやー、直接見れてよかったです。他にもハロプロメンバーのサインやメッセージがたくさん。これね、一個ずつ見てたら本当に一回じゃ時間が足りないから何回も来てるんですけどね。いやー、楽しいわ、楽しい。しかも、まあ、私東京に住んでないから、こうたまにしか見れない感じが、もうここに来た時のもう嬉しさとか、もうテンションとかもう半端ないですよね。わー、エリポンだ、エリポンかわいい、エリポン美しい。いやー、女性から見てもすごい綺麗だし、もう見とれちゃいますよね。あとね、春菜ね、私春菜好きですよ、素敵です。そして上にもマリアがいたりね、いやー、まだ見てたい。やばいやばいやばい、あかん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 、モバイルバッテリーが良すぎて決められない。どうしよう、決められなくて、ほんで一旦出てきた。どうしよう、夏の新しいのが出てたんですけど、もうね、あの2代目レーニャと、あとね、ハーチンがもう私の中で可愛すぎてやばい。あとモバイルバッテリーもチェルが可愛いし、いや今日までなんですよ、今日までなのは分かってる、モバイルバッテリー。見つかっちゃう？いらんやろ。もうどうしよう。夏のその衣装で撮ってるそのクリアファイルとか もうみんな可愛いし、あとキーホルダーもあの横山玲奈ちゃん可愛い。もう笑顔が素敵すぎてやばい。可愛い。まあゆみは変わらず可愛いけど、いや楽しい。楽しいね。待てよ待てよ待てよ、もうどうしようどうしよう、本気でどうしよう。でね、もうハロショー以外に回ったことがないので、この街並みだけちょっと初めて見ました。はい、ハロショーの周りはこんな感じでお店があります。で、ハロショーの側面にはサンクスがあって、ココイチあって、奥に大阪王将とかスキヤがあるんですね。で、反対側にはマックもあるし、あとローソンとかね。そう、こんな感じなんです。超悩んだ結果、
でもね、ちょっと今充電1回分のモバイルバッテリーだったんですよ、ね、もうちょっと容量が大きければもう即買ってた、3つとも全部なんだけど、ちょっとね1回分だけだとなかなか足りないから、こう2個3個もモバイルバッテリー持つのもどうかなと思ったので、今回は我慢しました。そんなわけで今回は秋葉原に来て、来たところはハロプロショップの秋葉原店でした。今回も貴重なお時間をいただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローなどなどよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。